こんにちは、マムロみどりです。今回はハーブの植え付けをご紹介します。いろいろな種類がありますが、例えばこちらパセリですとかイタリアンパセリ、あとはコリアンダーにスペアミントなどがあります。ポイントは一株を一二回り大きい鉢に植え付けるということです。土は市販の草花用培養土を使いますけれども、最初にウォータースペースをこのぐらい1センチぐらい取りますので、そこの部分にこの程度土を入れていきます。それでは植え付けていきます。ポットから植物を引っ張るのではなくて逆さまにして外します。根は必要に応じて少しほぐす程度でいいと思います。そしたら容器の中に入れます。株の周りの空いたスペースにまんべんなく土を入れていきます。丁寧によく土が入るようにかけてください。土がちゃんと入れ終わったら、この後たっぷりと水をあげていただきます。その時には根の活着と促進のためにリキダスを必ず入れてください。そしてこれ入れることによって土が栄養を吸収しやすくするコンディションを作ってくれます。植え付け後 2,3 週間したらネックスコートをあげます。このぐらいの鉢に対して2グラムほどあげるといいと思います。今から 3,4 ヶ月肥料の成分は続きます。置き場所はよく日の当たる風通しの良い場所を選んでください。そして今回植え付けたイタリアンパセリはセリ科の植物です。お水をよく吸い上げる性質があるので、土の表面が乾いたなと思ったらたっぷりと水をあげてください。キッチンハーブを植え付けてみました。見た目もすごく可愛いですけれども、ぜひお料理などに使ってみてください。